はい、今ですねノルウェーに来てまして、でノルウェーのオスロから、ベルゲンっていうところに、車で向かってます。でオスロは1週間いたんですけど、まあ、オスロはそんなに大きい街じゃないので、まあ、1週間いてもそんなにすることはないんですけど、これからベルゲンとか、あとは、まあ、いろんなフィヨルドとか、車使っていろいろ回りたいと思ってるので、すごい楽しみです。で見えるかな、ほら、で景色もすごい良くて、めちゃくちゃ楽しみです。でノルウェーはずっと来たかった場所で、もう本当海外旅行を僕始めたのが3年前4年前ぐらいからいろいろ行き出したんですけど、まあ、その始めた頃からずっとノルウェーとレンタカーで一回いろいろ回ってみたいなと思ってて、で今回夢が叶って、今いろいろ回ってますと。景色すごい綺麗で、森もこんな感じ、誰もいない静寂な感じでめっちゃいい感じです。でちょっと雨降ってるんですけど、それがまたいい感じで、あ、なんていうんですか、ちょっとしんみりした感じに雰囲気出て、はい、順調です、ノルウェー旅で。 Google マップの指示通りに来たらフェリーのところに着いてしまって、あれこれ有料なんかなと思って、まあ、乗ったはいいんですけど、なんとまさか無料ということで乗れるっぽいのでめっちゃ驚いてます。はい、もう多分出発したんですけど全然出発してる感覚がなくて、で多分これ Google マップ的には、これ Google マップ的には多分もう出発してるんで、もう海の上だと思うんですけど、全然感じないっていうか、もう静かで、これ無料ってなんかすごいな。はい、今朝今日ベルゲン立って、でベルゲンからまあ寄り道しながら6時間ぐらい6、7時間、ドライブして、で今ちょっと明日氷河見にちょっと国立公園行くので、ちょっと北の方来ました。で今すごい、風もなくて、で雨も降ってなくてちょっと曇ってるんですけど、まあ、これも逆に今いい感じで、味が出てるので今すごいいい感じです。で全然寒くない、まあ、ちょっと肌寒いですけど、全然上着てれば耐えられるぐらいなので、ノルウェー本当にどこドライブしててもこんな感じで絶景どこにでもあって、ちょっとレベルが違います、今までの国と。なので今回の動画で、YouTube 通してなんかノルウェーの動画だとか、いろいろ見てもらって、もっとノルウェーの魅力伝えて、で少しでもなんか行ってみたいなと思ってるような、作品、どんどん作品映像を作っていきたいので、はい、引き続きご覧ください。やっぱり映像も最近の綺麗ですけど、生で見るのは全然違うと思うんで、はい、よろしくお願いします。